皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。プロコーチの望月宏です。今日もパッティングの練習方法についてご紹介していきたいと思います。まずパッティングはですね、気持ちが出るのがパターとなります。プレッシャーがかかった時に手が思わぬ反応をしてしまって、引っ掛けたりオーバーしたりショートしたりというミスが出てきます。そこで、その手の反応を抑えるためのポイントを今日はご紹介したいと思います。まず一番気持ちが出る指はこの人差し指と親指ということが科学的に分かっています。この指をなるべく使わない、反応させないということが重要となります。そこで、まずグリップの指一本一本の力を、決めていきます。最初に持った力を例えば 100% でずっと持ったまま振る、途中で変えない、もしくは 50% で持ったままずっと変えないで打つということに集中した素振りをしていきます。その時の素振りはこのように連続素振りをします。で、手の指の力が変わってないかを確認します。で、変わってないなということが分かりましたら、忘れないうちにすぐに打ちます。連続素振りをしてグリップの強さを一定に保つことに集中します。そしてそれを変えないうちに打ちます。これがまずですね、ストロークが安定するポイントとなります。例えば人差し指をですね、このように伸ばして持ってるとピクッとこう反応してですね、引っ掛けたりパンチが入ってしまう方をよく見かけます。人差し指と親指を特に力をですね、変えないように気をつけることも重要となりますが、また左手の小指からこの3本の指が緩んでしまってこのように動いてしまう方もいますので、指一本一本に集中したこの連続素振りが必要となります。では、こういったのをですね、ラウンド前にぜひ、練習してみてください。では今日もご視聴ありがとうございました。